SYK と書いてサイと言います。どうもサイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報、復習、考察、こねた感想を中心に扱っています。今回はついに解禁されたスターウォーズビジョンズの情報に触れていきます。また他にもスターウォーズ関連動画を出していますので、ぜひそちらも見てみてください。それでは早速いきましょう。さて、昨年12月に2021年以降のスターウォーズの新作映画、新作ドラマ、新作アニメーションシリーズの発表が行われました。その中で情報が解禁されたのがスターウォーズビジョンズ。情報解禁当初は短編数本のアニメ集ということ以外は具体的な情報は特に発表されていませんでしたが、この度詳細な情報が解禁。先ほども述べたように今作は短編アニメ集、ルーカスフィルムが日本風のスターウォーズに興味が湧き制作されることが決定。今作には日本の7つのスタジオが参加しています。まず1つ目はアニメジョジョの奇妙な冒険などのオープニングで知られる神風動画、次はアニメメイドインアビスなどのキネマシトラス、アニメ映像圏には手を出すなのサイエンスサル、アニメゴールデンカムイのジェノスタジオ、ブリーチの久保田斗先生が原作を手掛けたバーンザウィッチのスタジオコロリド、アニメ映画プロメアのトリガー、そしてアニメ配給のプロダクション IG です。それぞれのアニメーションにスターウォーズの世界観が投影され、冒険やロマンス、コメディなどジャンルも様々、まさに和洋折衷の作品になります。それぞれが手掛ける短編が具体的にどのようなストーリーかはまだ詳細に明らかになっていませんが、トリガー制作のザ・ツインズはダークサイドの双子が中心となり、兄が妹を救うために多大な努力をする姿が描かれ、ザ・エルダーは古典的なマスターとパドワンの関係を描いています。またスタジオコロリド制作のタトゥイン・ラブソディはスターウォーズの世界を舞台にロックオペラで大成功を収めようとするバンドの物語、これには既存キャラのボバヘッドやジャバザハットが登場することが決定しています。またキネマシトラス制作のザ・ビレッジブレイドは結婚式の前日に花嫁目線で小さな村の伝統を追い、ジェダイが村を救うために驚くべき決断をしなければならないという内容、サイエンスサル制作の T0B1 はジェダイになることを夢見るドロイドの物語、レトロな雰囲気を出すべく鉄腕アトムから着想を得たとのことです。プロダクション IG のザ・ナインス・ジェダイは2つの物語から始まり、数多くのジェダイが登場する壮大なスケールの作品になります。また特報映像の中で紹介された神風動画制作のザ・デュエルでは日本刀のようなライトセーバーを持つキャラが登場、そしてトリガー制作のザ・ツインズでは二刀流の日本刀型ライトセーバーを持つ未知の敵が登場しています。特報映像をまだ見ていない方はぜひ見てみてください。 SNS を見ると批判的な声が多いですが、個人的には控えめに言ってクソ楽しみです。日本のアニメスタジオがスターウォーズの世界を描いたスターウォーズビジョンズは2021年9月22日にディズニープラスで配信です。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。